はい、どうもこんにちは、アモチャンネルです。はい、少しずつ声が出てくるようになってきたんですけども、まだほんのちょっとだけね、調子悪いですね。ご心配おかけしております。まあそんな中ね、今日行くのは、はい、こちら見ていきましょう。はい、これがね、いよいよ今年ラスト、こんな声で迎えた子はなかったですが、こちらです。今年1年当初発売されたトミカ幕末コレクション。これはね、11月のね、坂本龍馬トミカ、トヨタ AE86 のスプリンタートレーナーですね。それをね、オムニセブンで注文していたのが届いたんで、撮ってきました。さあ、それではもう本当にあの、年末っていう気がしてきましたが、早速ね、ラストの6代目ですね、幕末トミカ見ていきましょう。いやー、本当にもういつも思うんですけど、早いです、1年っていうのは。おじさんになると余計に。いやてかマジでまだ声出ないですわ。まあでも体的には元気なんで、どうかこう心配はなさらず。さあ、ではでは行きましょう。おー、来たね。トミカ幕末コレクション、坂本龍馬トミカトヨタ AE86 スプリンタートレーナー。いいですね、この車種を一番最後に持ってくるっていうのはなかなかね。しかも坂本龍馬です。さあ、ではね、開けて確かめていきたいと思いますね。今回で最後なんで、後でね、今年のラインナップ一気にちょっとそれも見てみたいと思います。はい、ちなみにあのパッケージの方はこんな感じになっていて、まあ幕末コレクション1年通して共通のデザインになってましたね。ちなみに今回は、はい、ここのね部分を埋めることになります。ちょっとあの揃った感じも見てみましょうか。最初にね、いやー、ついに来ました6代目。ここにこんな感じで、よいしょ、はい、直してね、あげると、うりゃうりゃ、おー、揃ったー。嬉しい。ついに6台揃いましたねー。いやー、ここで感動してちゃダメですね。これはまた最後にしたいと思います。肝心なのは、とりあえずパッケージよりはトミカですね。さあ、それではね、確かめていきましょう。パッケージは赤い感じするんですが、ひょっとするとオレンジっぽいかもしれませんね。ではでは行きますね。お、どういうことや。ここ耳の部分が内側に入ってる。おい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 、パッケージちょっと工場の人ミスっちゃいましたね、これね。ちょっとショック。ではでは出していきますが、あ、カットはやっぱ赤色かな。うん、あ、結構パッケージと比べると赤っぽい。なるほどね。おお、いいね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 、かっこいいっすね。さあ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 、それではね、楽しんでいきましょう。さあ、それでは見ていきますが、なかなかね、とりあえずパッと見た第一印象、めっちゃかっこいいっすね、これ。はい、まずね、フロント部分こうなってます。ライト関係のね、レンズはすべて塗装になってますね。シルバー、オレンジ、黄色です。で、形はこんな感じで結構しっかりとできてて、ボンネットですね。はい、こちらはこんな感じで、坂本龍馬なんで、ここにね、龍馬の龍というね、字が大きくね、書かれてます。で、ルーフの部分には坂本龍馬の家紋ですね。これが確かね、組み合わせ確認聞き家紋ですね。ちょっと聞き取りづらくてすいません。で、続いて側面行きましょう。はい、横から見ると全体的にこんな感じですね。赤色のボディに真ん中にね、白いラインが入ってるんですけども、これは海援隊の旗だったと思います。まあ、それがね、モチーフにされたデザインですかね。で、ドアの部分には大きく海援隊の文字も書いてありますね。なかなかね、かっこいいフォントで書かれてるんでいいですね。で、ホイールもね、これ結構こんな感じでしっかりしたものがね、使われてるんで、ここもかっこいい。通常のね、トミカと違うものが使用されてて、なかなかいいですよね。で、後ろ行きましょう。はい、後ろの面はこんな感じ。この面は非常にシンプルですね。テールレンズは塗装になってます。で、反対側の側面。はい、こちら側は全体的にこうなっていて、こちら側にも真ん中に白いラインが入ってて、ドアに海援隊の文字が書いてます。で、もう一度上から見てみると、全体的にこうなっていて、そこの部分はこんな感じになってます。で、車両の名前はこんな感じで、トヨタスプリンタートレーナーと印刷で入ってますね。で、こちらの車のね、ギミックの方は、サスペンション機能と、あとはね、左右のドアの開閉機能がついてます。ではね、この状態でもぐっと見ておきましょう。はい、こんな感じになってて、内装も結構バッチリですね。うん、なかなかかっこいい仕上がりになってます。てか、トレノの形、やっぱ、こう、かっこいいっすね。いやー、最後に坂本龍馬にトレノって、ほんとなんかこう、選択が素晴らしいかなと、僕の中ではそんな感じに思います。ということで、トミカ幕末コレクションラストを飾ったのは、坂本龍馬トミカのトヨタ AE86 スプリンタートレノでした。いや、めっちゃデザインかっこよかった。
さあでは1年を振り返っていきますか。今年発売されたねトミカ幕末コレクション第1弾のね西郷隆盛から順番にね振り返ってみたいと思います。いやまあここからはちょっと雑談も入りますが、とても1年本当に早かったです。これは何回も言いますけども、いやー最後のね月の初めにここまで喉を潰すとは思ってなかった。本当に最近ちょっとねちゃんと伝えできなくて申し訳ない。じゃあちょっとトミカ登場したんで見ていきますね。まず1月に発売されたトヨタマーク X 西郷隆盛トミカですね。まあ細かいところは除きましてくるっとね見ていきたいと思います。はい、こんな感じになっておりました。非常にかっこいいスタートを切っておりましたね。ギミックはねサスペンションとあとね左右のドアの開閉機能になってましたね。黒とね赤のツートーンカラーなんですが、非常に渋い仕上がりのトミカになってます。続いて2ヶ月おきに発売されたんで3月ですね。こちらが沖田総司トミカの日産フェアレディ Z でーす。ではこちらも出しましょう。いやーこの時点で気になるのは来年の年間通して発売されるトミカはどうなるのか、その辺も気になります。ではではフェアレディ Z まで来ると行きましょう。はい、こちらもね明るい青色のカラーで非常にかっこいいデザインですね。新選組カラー浅葱色になるんですかね、それをねフェアレディ Z に被してきたっていう、なかなかかっこいい車両に仕上がっておりました。ちなみにこちらねギミックは左右のドアの開閉ですね。であとサスペンションもついておりました。まあ本当にこのカラーよく似合ってますねフェアレディ Z ね。で続いては2ヶ月飛ばして5月に発売されたのがこちらです。高杉晋作トミカのトヨタプリウスですね。まあちょっとここでこう抑えめの車両が来たみたいな感じなんですけども、なんかおとなしかったのはこの月だったかもしれませんね。それ以外はなかなかこうインパクトのある車両たちが出たと思います。車両の方は、はい、来るとね、こんな感じです。白と赤色のツートーンカラーになってますね。で、ギミックは後ろのドアの開閉機能もついてますね、しっかりと。で、反対側の側面、こうなってて、まあまあ、車両的には結構こう、おとなしい車両、プリウスなんですけども、デザインはなかなか派手で、まあ、プリウスのボディラインに非常によく似合ったデザインになってるんじゃないかと。そんな感じには思いましたね。でギミックはね先ほども言いました通りこちらの開閉とあとサスペンションがついてました。で続いて2ヶ月先の7月がこれが土方歳三ですね。よいしょ出てこないぞ、来た来た。はい、こちらがね日産シルビアになってました。これがまたね新選組カラーですね。今回は新選組のデザインが2車種登場になってました。まあ、僕の知り合いのね新選組ファンの方も非常に喜んでましたね。あ、ちなみにその人っていうのは東京支部の人ですで車両の方はこんな感じになってましたね。印象的なのはさっきちょっとフェアレディ出た時にね飛ばしましたが、このボンネットの誠という文字ですね。これが本当に新選組を象徴するような感じで、あと車両のデザインはさっきのフェアレディ Z と同じです。こんな感じで新選組の浅葱色のカラーでなかなかねかっこいいねデザインに決まっております。色のベースはまあ本当に同じカラーです、まあ、ちょっとなんかフェアレディ Z の方が明るめかな、こうして比べると、まあ、これはまあ多分個体差だと思います。でこちらの車両もねギミックはサスペンション機能とあと左右の開閉機能がついてました。いやシルビアはね本当元々のトミカも非常に、ね、いい出来なんで、まあ、それにプラスして本当にかっこいいね新選組仕様の車両に仕上がってましたね。で続いてこれが5ヶ月目になります。9月に発売された一つ前のトミカで勝海舟トミカの豊田永平型です。ちなみにね前も言いましたがトヨタとトヨタは同じです。さそれではね見ていきましょう。これはね本当に良かったっす。この車両はマジでかっこいいです。まあ感想で言うとレトロ感というのはありきたりの言葉を使ってしまうんですけども、本当にねボディラインとかねかっこよくできてて、でこのね青と金色のこのツートーンのカラーがねこの車両にまたねよく合ってるんですよね。特にこのフロントの部分とかめっちゃかっこいいんです。今回このシリーズをね集めていらっしゃらない方でもちょっとおすすめしたい一台になりますね。まあ全部ね本当に良かったんですけども、中でも僕これ一番好きかもしれないですね。まあ、今月のトレノもまあ良かったんですけど、まあどっちかって言われると個人的にですよ、個人的になんかこういった形の方がちょっと雰囲気出てて僕は好きですね。まあトレノファンにちょっと怒られそうなんですがいや選べって言われたらね、まあ難しいところなんですけど僕はこっち選んじゃうかもしれません。
はい、ということで今回は、いやーもう1年経つのは本当に早いです。トミカ幕末コレクション2018年のね、年間投資のコレクション、これがね11月のね発売の坂本龍馬トミカで6台ねコンプリートしました。いやーコングラチュレーションですね、コンプリート。まあ本当に今年は幕末コレクションということであって、まあ車両的には結構まあちょっと癖のある車両というか、まあそれぞれね偉大な人物がこうモチーフになってるんで、なかなかまあインプットとしては強めのトミカが多かったですね。まあ個人的にはまあ年間通して集めてよかったなとは思います。まあ来年もどんな感じのねコレクションで来るのか、まあ僕まだちょっと知らないんですけども、非常にね楽しみにしております。またね来年1年もね皆さんぜひ一緒にね楽しんでいきましょう。でこの幕末コレクション気になった方はね、まだ結構それぞれの車両を取り扱い店舗とかあったりするんで、まあお近くの本屋さんとか、あとオムニセブンもね見てみるとまあまあちょこちょこあったりするんで、気になった方はちょっと調べてみてください。ということで今回もちょっとガラガラ声で申し訳なかったですが、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では12月に突入しました。今年も残り1ヶ月、皆さんね健康に元気にね年末年始過ごしてください。ではまた他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。